さんこんばんは。雨が降るとかも、コバエもたくさん出るような季節になってまいりましたが、ラジオ体操第一、一緒に柔軟運動や屈伸運動を楽しくやってみる。関節や筋肉を痛めないでゆっくり少しずつ練習するのがポイントです。手首や肩の力を抜いて、柔らかなスライム食パンをイメージしてやってみることをお勧めします。一度にたくさんのことをこなすのは大変です。リラックスしながら子どもたちに危険が及ばないようにサポートしてあげることは大切です。ラジオ体操第1、トミック感覚で深呼吸、深呼吸にリラックマ、子どもたちの安全、きちんと道路もお子様優先、高齢者の方を見たら譲ってあげる、自分が先に先にと行くよりものんびり自分は待ちましょう。先を急いでも何も始まりません。慌てずのんびり優しく自分のペースで学びましょうね。それではまた、バイバイキン。馬は馬でも馬一方。くじはくじでも阿弥陀くじ。鳥は鳥でも尻取り、餅は餅でも焼き餅、尻餅、本は本でも良いお手本。皆さんもわからないことがあったら調べる。先生も 100% 完璧ではないんです。
わからないことがあったら人に尋ねる、調べる、これもとっても大切だと思います。それではまた。